You're listening to Shibuya Cross FM. はい、皆さんこんにちは。僕たちがプレイスオーダーでーす。ということで本日も始まりましたプレイスオーダーによるビストロレディオ。今回第27回目ということで、もう記念すべき30回スペシャルまであと3ヶ月となりました。ドキドキということで、週7回もやってんだね。そうやで、うん、すごい。毎回言ってる気がするけど、毎回カウントアップしてるからこれ。いや、すごいわ。そうなのよ、2年半です30回かな。あ、ちょうどね、うん、そうだね。おー、あと3ヶ月ということで、まあ、今年もね、もう2月ということで時間が経つのが早いということで、まあ、先月ね、僕とジョーの生誕があったんですけれども、あさってにはシューの生誕の誕生日があるということで、あさってなの？え、明日？明日です。明日台本書いたのは昨日。台本書いたのは昨日やったから。あ、そうね、明日ね、19日ね。おめでとうございます。おめでとう。ありがとうございます。いいじゃん。どうだ。いや、なんかね、時間ないよね、それはね、特にね、誕生日の時間。あ、ほんと？逆にどう、なんか俺実感しまくるよ、いつも毎年。前日でもう？っていうか、もうなんか祝えよって思ってるから、みんなに対して。そうだね、じゃあ俺もそのスタンスで。そうだね、祝えモード入るから、何言っても許されるやろみたいな。で、リンもね、なんか奢ってくれって言って、1個別に奢ってくれてない。違う違う、まだじゃないですか、まだ。溜まってる、溜まってるよ、そしたらな。週の週に靴あげたけど、もうもらってないし、今日にアウターあげたけど、何ももらってないし。ってことは、マック、誰からもまだもらってない。靴のメンバーあげてないわ、ジョーにもまだあげてないから、みんな溜まってるじゃん。ちょっとごめん、それに関してはごめん、ちょっと、余裕ができたらあげるね。いつやろ、来週行きましょう。いつできんの、余裕。でも、生誕でな、余裕できるかもしれないから。あ、確かに。生誕で余裕できるかもしれないからな。いや、よろしくお願いします。お願いします。苦笑いよ、やめてよ、みたいなね。そうだね、ごめんね。ありがとうございます。え、おごってくれんの？はい。お、ほんまに？はい。好きやじゃない？好きやは自分で払う。じゃあ行こうよ。美味しいやつ。あ、僕がおすすめしてる美味しいやつ。やだ、俺が好きな美味しいやつにして。わかりました。1対1で行きましょう、本当に。なんで1対1だよ。かさむから。え、まとめてやってほしいよね。まとめたらかさんじゃう、一気に。そしたら6月。僕3人だって、いわゆるで一緒で。でも一気に出費が。でも悪いにしたらいいやん。悪にする？そっか、しようだ。それで俺ら悪さんで、2人を6人で。ね、近いからね、ここが近いからね。平等じゃないな。ね、平等じゃないね。1.5倍。まあいいじゃないのよ。ということでね、シンの誕生日もありますので、お楽しみにという感じなんですけれども、前回とラジオの、今回のラジオの間ですね、プレボさんとのコラボがあったりとか、名古屋遠征に行ったりとか、結構バタバタしてたんですけれども、なんか印象残ってることとかありますか？やっぱり1月26日のグッバイチャイナイトのリリース日、あの時は本当になんかオリコンデイリーランキングをね、みんなでファンの皆様と見て、うわすごいって。で、手元に CD もね、第3位やったからね、ゲットして、初めて自分がああやって円盤っていうんですか、 CD になるっていうことが本当に嬉しくて、それをね、みんなに手に取っていただいたことがやっぱ印象残ってるかなっていう感じではありますね。そうだね、タカちゃんもなんか泣きそうになったって言ってたもんな。あ、そうですね、え？いや、確かにね、泣きそうな。何笑いだよ。アイドルだから泣かないって言ってね。はい。で、ラジオもね、そういえば顔面麻痺なってからラジオ初めてですね。そうだね、確かに印象深いね。今回ちょうどね、半分が怖いだよ。見せつけられると良くなってきた？徐々に良くなってきた。はい、そうなんですよ。いや、だからね、その名古屋でも、怖いって思われへんかなって思ってたんですけど、そのコラボでもね、その楽しくできたし、ね、最後ね、プレイボーイズさんのコラボ楽曲でね、バットを振るんですよ、最後振り付けで。それもどうしてもゴルフになってしまうとか。練習したよな。練習したね。いや、良かったです、名古屋も。じゃあどうでした？そうだね、いや、怒涛だね。で、1ヶ月が濃いのよ、なんか濃い、濃すぎる、濃すぎるとか言って。いや、ほんまに濃い、ほんまに濃い。そうだね、ありがたいことにね。まあでもやっぱりあれじゃない、そのリリースしてからの遠征があって、生誕があるっていう、このなんていうの、まあ休みがないっていうか、結構怒涛でな、曲覚えなっつって、明日のために結構仕込んでるみたいなんで、プレッシャーかけないでよ。え、そうだね。そうだね。だってうちらでスタジオ入ってたりしても、ちょっとソロの練習させてみたいな。確かに。してた。なあ。そうですね。楽しみにしております。明日。よかったら、一番最初の
僕が突破のソロでやるので一番最初から来てください。よろしくお願いします。5時45分かな。5時45分来てくれるんじゃないかな。お願いします。じゃあどうですか。え、でも確かに今この2月18っていう文字を見て、うん、生誕俺の自分の生誕から1ヶ月ちょっとしか経ってないんだと思って。いやそうなんや。それはマジで確かに。そうやな。あれそうだな。まだ1ヶ月みたいな。そうなの。そうって思ったのと、うん、名古屋のヤバトンが美味しかった。美味しかったね。うん、あれが美味しかったですからね。久しぶり。なんかさ、そのスタジオ練習がとにかくこの1ヶ月多くて。いやそうだね。でもそのプレボさんこの1ヶ月だけじゃないよね。いやそうだけどプレボさんの方があったから、まあはい、あったあった。それでなんかその自分たちのね、あの新曲を覚えなあかんかったりしてたし、うんうん、なおかつプレボさんの人の曲をやっぱ間違えられへんから、うん、間違えまくったけど、うん、まあまあ、あれも大変やったな、まあ、自分でやりたいって言ったものの、うんうん、だからなんかしかもさ、うちらはプレボさんの歌でも割と簡単な方やってん、多分やったのが、うんうんうん、そっちサイドが難しかったよ、うんうんうん、だから良かったって思ったよね。よかった、確かに良かったって思った。でもやっぱなんせしんどかったね、あのエネルギーの、うん、何もう1曲でバテてたもん俺、はい、うん、確かに、うん、僕もすごかった。運動量がツイッターの方にね、あのプレボさんの公式の方にライブ映像上がってるから、ね、そうそうそう、はい、うん、あとタカちゃんのタイミング間違いもバッチリやん。レッツパーティーみたいな、うん、最初にあるんですよね、うん、その、うん、練習は完璧だったのにね。練習は完璧だったんですけど、ね、緊張しすぎて、うん、あの時間の流れが3倍ぐらい早く感じて3倍ぐらい早く心臓の鼓動でリズム取られた、うん、確かに確かに。座布団1枚もらってたから。あ、確かにまたね、名古屋も行けたらいいね。行きたいです。遠征ね、はい、どっか行きたいとこないの遠征で。大阪やんな。大阪はまあ本当に行きたいです、うん、本当に行きたいです、うん、あれ大阪行ってないんだっけ。いや行きました。行ったけど、あれ大阪行ったっけ。あ、行きました行きました。あ、そうやそうやそうや、全然行きました。そうで、たかちゃんちの実家にね泊まらせてもらって。そうや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 。大阪行きたい。また福岡も行きたいな。あ、行きたい。九州ね。九州、うん、福岡、確かに。で福岡もメンズアイドル分会から、あ、そうなんですか。いいかもね、行けたら。ということで、ちょっとゲストでも呼んじゃいますかね。はい、本日も素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとお話ちゃんとするの初めてなんよ、ね、てかちゃんと絡むのも初めてやから、うん、せっかくこれをねラジオでゲスト来てくださるから、もうメンバーみんなで仲良くなれたらいいなというふうに思いますので、ちょっと呼んでみたいと思います。アンサーズの皆さんです。どうぞどうぞ。あ、来た来た。あ、爪が女性の方かな。あ、じゃあマネージャーでした。ね、あ、マネージャーでした。どうも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 、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして、あ、危ない危ない。あ、大丈夫？りょうたくん。りょうたくん。はい。しょうたくん。はい。しょうたです。はい。しょうたです。あ、一個席足りんくん。あ、めっちゃ可愛いこのマイク。ポンポンしてる。え、ちょっと、え、しかも場所指定してもいい？あ、場所。後ろ、りょうへいくん。あ、真ん中ケイくん。変わって変わって。ライトくん、ありがとうございます。変わって変わって。指定までし始めた、ついに。なんかお見合いみたいですね。なんか嬉しい。5対5、5対5。嬉しいんだけど。でも実際にちょっと始めました。始めました、始めました。一番仲良くなりそうなメンバーをお互いこう探し出す。なるほど、それいいっすね。それやりましょう。矢印、マッチングしましょう。バンドやるよね、そういうマッチングして。マッチングしたら、LINE 交換しよう。はい。はい、ということで。じゃあ、あんたさん自己紹介をお一人一人お願いいたします。じゃあ僕からいいですかね。はい、はい、とアンサーズの、翔太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。色とかないの。色はちょっとあります。ちょっと白のイメージを。白色、はい、へぇ、すごいね。あそこ見たらいいの。いろいろカメラある、はい、ここにもここにもあるから。こっち、あ、こっちも、めっちゃあるやん。はい、翔太です。はい、よろしくお願いいたします。こういこう、こういこうか、マイク。じゃあアンサーズのメンバーからイエローの亮太です。よろしくお願いします。おーい、はい、ややこしいですイエロー、はい、早くもややこしいです。翔太亮太、イエーイ、似すぎ名前変えてくれよ。これはい、レッドの亮平です。レッドだな。レッドの亮平くん。ブルーなわけない、ブルーなわけない。レッドの亮平です。よろしくお願いします。尖ってん。あ、メンバーからブルーの K です。はい、お願いします。結構 K 君可愛い系なんや。あ、 K 君可愛い系かもしれんす。うん、お願いしまーす。はい、メンバーからパープルのライトです。はい、パープル、パープル、うちにもパープルいるんですけど全然違うね、タイプが。あー、パープル、うちのパープル、全然違います。あ、僕は紫担当のタカです。タカさん、ケ
結構なんか紫ってさ、省エネ系の人多いやなんか。あ、そうなんすか。うん、謎めいてるというか。省エネのやついないんで。うん、確かに赤とか似合うよ。あ、ありがとうございます。じゃあ今日から。どこで負けずに。確かにね、はい、見た目大丈夫ね、はい、以上5人でお願いします。お願いします。で、うちらの名前も知らんやんだ、だってな。そうちょっと自己紹介してみる。自己紹介してみる。僕、赤色担当の正人です。よろしくお願いいたします。かっこいい。じゃあ僕、オレンジ担当シュウです。よろしくお願いします。お願いします。シュウです。青色担当ジョーです。よろしくお願いします。本格的にお見合いやな。お見合いお見合いみたいで嬉しいな。ピンク色担当のリンです。ピンク色担当のリンです。お願いします。お願いします。パープル担当タカです。パープルに。 あ、もう聞いたっす、聞いたっす。言い直したね。オッケーオッケー。はい、じゃあ改めてね、ちょっと僕だけも知らないこといっぱいあるので聞けたらなと思うんですけど、まずグループのコンセプトみたいなんてあったりしますか？グループのコンセプト、じゃあ橋本、いけいけ。あの、僕たちはこの界隈で、うるせえな、ちょっとすいませんね、後ろがうるさいんで。これからめっちゃいいこと言おうとして。おっ、ハードル上げたよ今。ハードル上げた。尺が伸びるから。いいこと言うねんな。まあ、普通に今メンチカっていう界隈で。ピークワイエット。後ろ全く聞いた。後ろ静かにして。仲良し。まあメンチカっていう界隈でやらせていただいてるんですけど、まあその業界の中の答えになるグループっていうか、はい。あ、そういうことね。そのアンサーズってことですね。そういうアンサーズなんですね。いや知らんかった。よくわかんないですけど。知っとけや。まあメンチカとかまあダンボとか。すべての界隈において答えになる表現者として。なるほどね。これが正解だぞと。そうです。そういうこと言いたいわけやね。はい、オッケーよ、オッケー、やるよ。どうなん、ライブで正解見せてほしいよね。ガイアがちょっと迷ってるからどうしたらいいんやろう。答え導き出すし、これか。これか。メンバーはどうやって集まったんですか？いや、なんか気づいたら詰まってましたね。え、そう、うん、なんかね、まあ、答え探してたらオーディションとか。かっこいい。アンサーズだけ答え。俺もずっと探してんねんけど、なんか、なんで集まったのか、その答えも知りたいなみたいな。オーディションとかじゃないよ。扱いづらそう。いや、それで、まあ、一人一人なんか、ね、社長と面談とかしたりとかして、まあ、個人的になんか誘われてる子たちが。あ、そうなんや。そうですね。だって社長が声かけて、声かけて、声かけて、声かけたり、オーディションあったり。あ、そう、オーディションの子、良平とかっすね。トペ H のオーディションが。すごい。一人オーディションで受かったのが良平。頑張って踊ったみたいで。じゃここはみんな初めましてってこと？そうですね、大体なんだかんだ初めまして。はい。いや、そりゃそうやろ、オーディション。当たり前だろ。オーディションで来たやからさ、誰もオーディション受けてないから。全部持ってくじゃん。そうなんか一応結構な人数をね、オーディションやってる。あ、そうなんや。見たいですね。へぇ、いいね。一応だって社長もな、なんか番組出てたりしてたもんね。あー、そうですね、バチェロ。うん、それでバチェラ、バチェラバチェロレッテ、バチェロレッテ。そうやな、バラをいっぱい、なんかなんかバラのね、そんなバラかよ。すごいね。せやせやせや、あんまり触れるとナイブらしい。ちょっと急に踊らせてたもんね。ああ、そうとかね。確かに、はい、まあそんな、はい。なるほど、でもコンセプト、名前の由来は一緒やもんね、これね。あ、そうですね。答えを導き出せるってことでね。今の優勝は正解？今のは正解？拾わないでいいですか？拾わないでいいですか？間違いよね。やっぱ血の青色うるさいんですよ。ちょっと血の青色うるさいんですよ。青もやっぱ省エネな感じやで、普通のグループの青って。これもううちの確かにクール系ですよね。ちょっと2枚目というか。え、俺クールで。でもちゃんと青の服着てんのね。もうそりゃもちろん。俺も負けじと青の服。そりゃもちろん。ニット生地っていうのがちょっと似てる。確かに。いやいやいや、せめてね。そうそう、アイドルって自分のコメンバーからすごい意識しちゃいますよ。分かる分かる。あるあるだと思う。え、オレンジの人赤じゃないですか？これヒト君からもらった。そりゃそうだわ。じゃあ仲良いわ。仲良いわ。それなら仲いいっすね。あげますあげます。ちなみにこのグループリーダーっていうのいらっしゃるんですか？リーダー、いや、なんか多分、いや、でも言われてるよね。え、俺…あれ？あ、俺です。おー、え、いや、ちょっと俺ですね。リーダーってことでいいかな、リーダー。え、俺じゃない。え、俺って聞いた。あ、そういうの。せーのね。せーの。俺ですね。え？あれ？リーダーは俺ということで。なんかさ、ダンスとかまとまって言う人とかおらんの？だから、意見を。パフォーマンス面のリーダーは僕ですね。あ、ガチで？ダンスとかそういう、なんか言わせてます。パフォーマンス。だから、はい。で、まあ、そうです。各自でなんかいろいろ役割決まっててみたいな感じですね。何役なの？僕ですか？僕は色気担当。あ、そうだね。今知りました。
今知りました。担当なんだね、リーダーじゃない。メンバーも危ない。あ、そう。本当。あの独特のちょっと世界観持ってるんで。誤解を生むからそれは。やめて。両田節が。そうだね。もうね。なんかちょっとエロいんやな。あーもう間違いない。まあ、うん、エロいんですか？エロいんだ。エロいんですか？エロいかもしれない。あ、そうなんですね。おー、まあ、接してみないとわかんないです。うわー、出たー。答えやな、これ。ちょっと外の顔見てみ、外の人の顔見てみ。男子高校生みたいな。これみんな聞こえてるかな？聞こえてます。聞こえてる。聞こえてますか？聞こえてる。なんか多分後ろ列がうるさすぎて聞き取りづらいんじゃないか。大丈夫？大丈夫。ちょっと聞き取りづらい。そう、なんか男子校みたいな。喋りすぎなんだよね。え、プライベートからこんな仲いいの？あ、もうはい、あの。でも昨日とかね。そうだから昨日まあ昨日も現場あったんですけど、うん、ね2現場、うん、やった後にちょっと時間があるな、うん、飲み行こうぜみたいな。メンバーで、そう全員で、でも全員で行こうとしたんですけど、ちょっと、うん、一人家に忘れ物取り行くって言って、あのうちのダンスリーダーマイナンバーカード忘れたから取りに行ってくるわとか言って使うことないやん、マイナンバー。いや、ね、なんか諸事情ありまして、提出書類があったみたいな。提出物が、はい、で、まあ泣くちょっと彼に一回お家帰るからまして4人ね、でもね、はい、すごいね、楽しくてね、はい、初めてだよね、ちゃんとメンバーで行くのは。そう、だからいつも社長がすごい、いるんですよ、いつも。うんうん、かかる、いらない、やだなみたいな感じになっちゃうけど。いないよな、いないよな。あれ、マネージャーさんとかも、スタッフさんともみんな仲いいんで。そう、いいね。そう、なんかメンバーだけっていうのは、はい、意外となかったよね。なるほどね、あ、マジでね。そう、はい、昨日初めて、ね、もうだって全員でも見たことなんか一回あるかないか。でもあの時ですよね、遠征の帰りに温泉みんなで。あーいいっすね。そのなんかね、あれの時がなんか、あ、そうだ、うん、富士急富士急でライブして、はい、隣に富士急温泉みたいな。そうです、めっちゃいい。そうすごいですね。遊園地とか行きたいね。そう、でも全然乗られへんかったね、一個も。あ、ちょうどね、祝日かなんかで、ね、そう、もう人がたくさんいて、それこそ昨日ね、ディズニーランドメンバーだけで行きたいねとか言って。ガチ、楽しそう。青春を取り戻そうみたいな。でもなんかできそう、できそう、確かに、うん、できそう。そうなんですよ。うちらだって多分行ったらバラバラ行動になる、多分。あ、食い意味じゃって言って個人の時間を、個人の集合でって。そう確かに絶対なる。それも大事まあ、いいですね、男子校ですね。男子校です、関西は。仲良し、はい、じゃあ、キュウ。はい、じゃあここら辺でね、はい、僕たちの、1月26日発売の、新曲ですね、聴いてください、グッバイチャイナイト。みんなピカセとどこかへ行くの天道是が非か諦めちゃうな僕についた足かせ到着れないかないものねだりのあるものねだり君だって僕だって手を伸ばせば届くさ今なら夢に見たチャイナタウンで言わせてみたいな Oh I me なんてその曲線美に見とれちゃうな早く手を目をエオエオ眩しいネオンに心奪われて取り返しさえつかない時代愛まだ愛に期待してる何の裏切られても時代愛今夜は踊り明かそう全部忘れちゃってさ僕のものになっちゃいなよ ドラマで見たようなこのシチュエーション危機一髪か一髪気が抜けないな暗闇に見えた枯れた雲の一歩善意か悪意か考えちゃうな愛しいあなたに心奪われて取り返しさえつかない時代愛まだ愛に期待してる何度裏切られても時代愛今夜は踊り明かそう全部忘れちゃって
てさ僕のものになっちゃいなよ逃げ道もなくて広がる闇でもそうどこかに必ず自分だけの夢の間に間に踊らされても譲れない想いがある誰かに何も言われようとも僕は君を信じてる時代愛まだ愛に期待してる何度裏切られても時代愛今夜は踊り明かそう全部忘れちゃってさ僕のものに出ちゃいないよ全部自分次第あとは君次第何でもできるさ Goodbye Chinaito 聞いていただきましたイエーイありがとうございますイエーイこれデイリーランキング第3位やったんやですごい普通にこれが答えやであーなるほどえ、まあ、え、ちょっと1位取ってからにしようあー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 それ答えじゃないちょっと3位まだ微妙っすねアンサーズ入ってもらっていいですかそうじゃない答えを集めてく逆にそんな答えじゃ足りねえよどうしてめっちゃ笑ってるよそうそう、こういうスタイルなんだろう結構ちょっと放置プレイでしょステルスなあ、攻撃してんだ大丈夫、うちのリンもそんな感じだから一人でなんか喋ってるだから刺さってるのかだからね、共鳴、共鳴確かにめちゃくちゃ似てるここじゃないじゃないペアリング、ペアリング、ペアリング決定ですありがとうございますよろしくお願いしますはい、ということで僕たちビストロレディオにはトークメニューというものがございます、はい、ということでね、ちょっともうここからは初めまして同士なんでいっぱい遊びましょうよということにおー、楽しい遊びみたいです遊びましょう遊びまーす一人だけ当てクイズーイエーイどんどんパフパフよっこれチーム対抗にしようよこれはいで、この相手チームに一人だけおるやろなっていうものを当てるおーあ、そのラインをそう、そのラインを狙うだからワンピースが好きとか言ってこの入って一人だけ当てたらこっちのポイントなるほどなるほどなるほどそう一人だけ難しい二人でも0人でもダメダメそう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 一人だけおりそうこの5人中の一人だけおりそうやなっていうのを当てていくゲームでございますよいしょなかなかむずいねなるほどそうかな、うん、ありそうじゃない逆に5人とも該当してたら罰ゲームとかそういうのあ5人とも確かにねそれはねえだろうみたいな全員知ってるやんみたいなね確かに確かに罰ゲームでモノマネあらうわこれあの台本にないですこれは怖いよほんまにね怖いよ罰ゲームなんて書いてないから、ね、書いてない書いてないちょっと高さんがすごい嫌そうな顔してるいや顔引きずらしてるもん大得意やから最近いじられてるモノマネがありましてよく振られるんでもうそれやるしかないんかなって思いじゃあもう多分逆にやりに行ってくれるかもしれないはいじゃあちょっとやってみましょうかおいおいおい違うの違うのやりましょうじゃあまず質問ねはいじゃあちょっと先行後攻じゃうちだからあ、違うからそれもずるいやんないや、あ、じゃあでもどういうふうにこっちが質問するあ、そうそうそうやで、ね、うんそう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 、うん、じゃあなんか、うん、あるバンデですなんか、うん、ライト君だけ、うん、バスケ部っぽいあーあーいいですねそうまあいいじゃそのバスケ部なるほど今のが1質そうだそうだうわずるい今のがアンサーえ結構そうやって名前とか指名え違う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 ぽいなってだから一人だけぽいなって高校時代バスケ部だったって言ってそう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 えバスケ部っぽくないどうですかねえサッカー部っぽくないあえそんなこと言ったらこの人もそうなんであそっかそっかそっかこの人も何っぽいなんか身長ちっちゃい人はバスケ部みたいなまあちっちゃい人が身長わかんないですよあそっかそっかそっかじゃあ部活高校時代はバスケ部だったりする高校時代はでバスケ部してそうやんなどうすかねどうですかねみんなバスケ部でしょねでもなんか部活系だとなんか一人あるなって思ったバスケかサッカーだったけどそれ多いんちゃうの
いやちょっとこれにしよう、バスケ部だ、バスケ、バスケだと高校時代、中学時代、高校時代じゃバスケ経験者、それはあかん、いやそれはあかん、全員俺も経験してるし、部活をやってた、じゃあなんか、ね、人が出てきちゃう、高さんいるから、ラウンドワンあるよ、ラウンドワンあるよ、ラウンドワンなし、ラウンドワンはなし、高校時代でしょ、高校時代、高校時代、高校時代バスケ部だった人、3、2、はい挙手。え、誰もないやん、あ、誰もいないやん、え、じゃあ、モノマネー、ちょっと、すいません、いなかった、ゼロか5はモノマネ行こう、いやいやいや、ゼロか5はモノマネ、後付け、後付けない、本当にひどくない、メンバーに厳しい、ひどくない、仲間追ってますよ、厳しすぎるでしょ、いこうよ、行こうよ、なんかモノマネ、わかりました、お、来た来た来た、じゃあ、あれ、なんか質問してください、え、わかった、え、なんでもいいの、あ、なんでもいいです、あの、松井秀喜さんのモノマネします、おお。何でもいい、何でもいい、何でもいいの、質問、ハテナのやつ、あ、なんかイエスかノーか的な感じのやつ、え、よくカラオケとか行きます、はい、俺好き、俺はもう終わりました、もう終わりました、俺好きっすね、いいな、超レース、超レース、あっと優しい、ちょっと待ってこれさ、罰ゲームしかないやん、このままいや、答える人そうすぎなんかもう、罰ゲームというふうに聞いたことありますかみたいな、やめましょう、この流れやめましょう、宇宙ね、罰ゲームしかない、特技の披露会みたいな、これ初めてやったしね、このモノマネもね、ほんとに、じゃあまあシンプルにお互いね、素人って書いてたから、そう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 、尺がなくなっちゃう、モノマネはしたかったらしてもいいよって、したかったら、じゃあちょっと誰か行きましょう、質問、アンサーズ側から、アンサーズ側から、モノマネやりたいわ、モノマネやりたいんだよ、僕これは、モノマネは、え、なんか、でも1ポイントやったら何かあげようよ、あげようよ、そうですね、じゃあ何だろうな、あのさっきじゃワンピースのアニメの話が出てたんで、ワンピースは結構多分好きな人多いじゃないですか、じゃあプレイスオーダーさんの中でガンダムが好きなメンバー、まあ好きなラインっていうのはなんかアニメ見ててもう好きっていうことにしましょう、自分のさ、同じ趣味探しにさ、いいで、まあやっぱアンサーでも多分僕だけなんで、いいラインかなみたいな、確かに確かに、やっぱこれ見合いしてんな、お見合いさ、お見合いだ、本当に相手さん、ちなみにあのこの間バレンタインのそのチョコになんかガンダムのチョコをもらってるんで、それからやっぱガチで好きやん、ガチでもちゃんと好きなの、ファンもすごい認識してます、でシリーズめっちゃあるやんガンダムって、全部好きなの、全部好き、全然今劇場でやってるのも見てて、あ、そうやそう、映画でやってるね、フリーダム、そうだね、確かに確かに映画でやってた、じゃあいや、でも好きかどうかはまた別だから、じゃあまあまあ別別別だよ、ガンダムが好きな人、ガンダムを見たことがある、じゃあそれは、いやいやそれない、それいい、それいい、それいい、はいはいはい、じゃあガンダム、じゃあガンダムシードを見たことがあるよ、あーアニメで、アニメで、アニメでちゃんと見たことがあるか、はい、ちゃんとちゃんと、まあまああの主要キャラわかるぐらいで見てて、せーの、残念、リンさん、違う、この間ちょうど衛星したところにあったんだよね、ガンダムのそのフリーダムのコーナーがあって、はいはいはい、あ、ガンダムやるんだねって話をしたから知ってた、僕もあの最初のガンダム見たことあるんですよ、全部、あ、へぇ、シードにシードって言わんかったら、そうなんですよ、シードにしたの、ガンダムのアニメ何かしら一つ見たことがある人だったら、そう、え、坂田だからショーピー、確かに確かに、いやなるほどね、ショーピー、じゃあモノマネはうちだから、じゃあそしたらタカちゃんのモノマネもやっとく、そうだね、タカちゃん披露しとく、せっかくだから、あ、じゃあ、じゃあシャーズナブルのモノマネ指定なんだ、それ指定させるんだ、結構すごいね、認めたくないものだなってこうやって、認めたくないものだ、止めたくないものだな、アムロやアムロやないかい、それ、いや似てんのかわかんないんだけど、アムロや、結構そっくりなんだかんだ、そんな違うかったっすか、認めたくないものだなって、あ、でもいや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 似てるよ、ごめん、アムロっす、ごめん、わかんないわかんない、わかんないわかんない、誰もポカーみたいなね、ちょっとガンダム見てくれたガンダムね、ファーストガンダム、父さんにも殴られたことないのには、ガンダム、あ、ガンダム、父さんに殴られたこともね、ないのに的な、まあ言ったよね、俺、すごい、すごい、エコーがね、
ちょっともう一枚いなかったかいいね、確かにぜひちょっと見てください、行ってきますか、こっちからも、はい、なんか上あたり上あたり質問、じゃあ毎日、うん、毎日朝ごはん食べるよっていう人、あーあすごい、これいいですね、毎日毎日いかついね、それね、それ書かせたこと絶対あるから、うん、ここ最近、ここ最近朝ごはん食べるよ、ここ、はい、ちなみにうちのメンバーは絶対食べる人は朝ごはん、おらへんが食べないだから、うん、要はあの朝起きて仕事行く前までの時間に食べるかとか、うんうんうん、午前中にしようかな、うん、じゃあ午前中午前中に、うん、習慣質問を狭めてくんだよ、沈着してって毎日毎日、うん、習慣、はい、じゃあ言いますか、はい、せーの、うわー超いい質問、ね、うん、食べる、健康的、食べるんねや、絶対食べる、へぇ、ねえ食べるよ朝は、えらい、すごい健康的、なんか嬉しい、やっぱエロいだけあるな、さすがにあ、さすがエロいだけある、えらいエロさは比例してる、エロさはエロいよ、ほんとに名言朝ごはんから、じゃあ次僕からいいっすか、僕からいいっすか、あ、いいよノリノリや、ノリノリ、したらモノマネしたいんちゃう、うん、この中で関西出身の人、おいやだいいずっとさ、ずっと関西弁喋ってたやん、わからんよ、もしかしたらでも出身じゃないかもしれない、確か出身だからね、出身じゃない可能性、関西出身でいい、ちなみに僕三重県出身なんで、あ、そうなん関西出身でいい、あ、じゃあ大阪にしますか、大阪、あ、それいいの、狭めていいの、狭めていいの、いや、じゃあ関西にしましょう、関西にする、関西で、あ、どうも、ちょっとチーム戦だから、どうも、いいの、ほんまに関西でええのか、ええのか、関西で大阪っぽいんだよね、ええねんな、ほんまにええねんな、関西にしましょう、どすめ関西で、はい、じゃあお願いします、関西出身、私は関西出身だ、321、はい、うわー惜しい、高さ惜しい、私は大阪出身だ、うわあ、これまた僕兵庫県出身です、惜しい、残念、またこれ、でも関西弁全然出てなくない、うん、どこと、標準語とあれのハーフ、あの両親がちょっと細あの、うん、標準語なんで、へじゃあちょっと次の曲いこっか、なんでなんか曲振りとかしてもらってもいいかな、はい、あ、あれですか、僕たちの、そうです、そうです、いいですかね、はい、したら、今日はこれを流せって言われて、はい、うん、これで行こうってな、流したかったね、流したかった、はい、ちょっとつい最近仕上がったみたいで、りょうたくん、いや、いいじゃん、今月末にちょっと MV を、公開予定の楽曲になります、あの曲名りょうたくん言ってあげなよ、あ、わかりました、じゃあ、みんなでわけわけ楽しく歌ってるんで、はい、ぜひ聴いてください、はい、 You are special、絶対誰かは見てるから、
special, you're special, you're special.君らしく来ようめい、あーもう心配すんなよ、強気でレディーゴー、オーライオーライ、君は一人じゃないよ、もしも転んでも手を差し伸べながら、レディーゴーは似合わない、ゴージャスペシャル、おーおーありがとうございます。イエーイ、今、はい、今から入りました、マイク。今から入りました。ありがとうございます。イエーイ。はい。ユアスペシャルっていう曲です。ありがとうございます。ありがとうございます。MV もね、楽しみ。はい。そうね、ちょっと今話してましたけどね。そうそう、つい最近撮り行って、そう、もう、いいじゃないだよ。外ロケが風強くて大変だったんです。大変でした。髪の毛セットしてもな。僕らのオールバックになりました。髪が暴れ散らかってるのをちょっと楽しんでもらう。楽しみ。でも今月中には公開されるそうなんの予定で、はい、やっていただいてるみたいです。編集早いっすね。早いっすよね。確かに。うちの死後出来が踊り狂ってたマネージャーがうちの死後出来がどうにか、プレイソーダさんのね、ファンの皆さんちょっと変な人いると思うんですけど大丈夫です、ね、はい、クリエイティブやってくれてるので、はい、素晴らしい。そしたらね、もう一個ゲームしたいなと思うんですけれども、おあのアキネーターわかります？あ、いいっすね。あ、キネーター分からない、なんで分からんの、質問をバンバン、なんかごめんね、マジか、え、分かんない、すいません、尖っていく、質問をバン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 していって、はいはい、その誰かを当てていくっていう、あ、その人物、あ、特殊、あ、そう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 、それは実在してますかとか、とかしてませんとかやってたり、アニメのキャラクターだなとかさ、あ、なるほど、そうそう、そういうこと、お互いちょっとクイズを出し、一問ずつやろうかなと思って、おります、面白い、はい、じゃあ、面白いね、これ、あ、そっちから行く、じゃあ先に。あ、でもじゃあ、あ、いいよいいよいいよ、うちのアキネーターが、うちのアキネーターがこっちだ、アキネーターがこっちだ、それだってんの、俺うちわかんねえの、これ間違った情報を植え付けられてる今、うちのアキネーター、なんかあるかな、まあ、みんなが知ってるようなもので、あ、そうか、これ言っちゃうのか、じゃあ、そこから言って、まあ、単独に言ってもらっていいじゃん、アキネーターに、アキネーターはこっちだよ、だからリアル俺10分ぐらいかかるよ、優柔不断だから長いな終わるラジオ終わっちゃうな、誰か何かあったら耳打ちして、何でもいい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 、この世に存在するもの、有名なものに存在するもの、大丈夫なのかな人とかね、人とかキャラクターとか、まあそれでいきましょうか、はい、それで軽かったよね、今知らん間に、確かに、行きましょうか、あー、いいんじゃない、でちょっとあっち側の皆さんにだけ見せてあげていただければ、なるほど、はい、まあまあまあ、一旦これ始まりとしてとりあえずね、 OK ですか、はい、いや、はいは向こう側が言うことだあなたが OK かもしれないの、見てないですよ、見てないですよ、はいね、 OK ですかね、とりあえずね、簡単なね、はい、じゃあここから質問していって当てていきたいと思います、はい、うん、もうみんな、え、質問の数とか限らない、あ、もういっぱいしていい、お、無限よ、それ実在しますか、このようにするかもしれない、かもしれない、やや、はい、ややはい、やや、はい、幽霊、幽霊、幽霊、真似をする人もいるかもしれない、あのね、こっち側ね、はいかいいえとかでしか答えちゃダメなんだよね、そう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 、めちゃくちゃ喋れるじゃん、はい、はい、いいえ、はいじゃない、ちょいはいぐらい、会おうと思えば会える、はい、男性ですか、女性ですか、あ、はい、かいいえ、かいいえ、男性ですか、いいえ、え、何それ、あー、はいか、はいか、はいか、はいだ、はいか、はいか、はいか、ごめんなさいね、あ、ごめんなさいね、皆さん、ちょっと本当に困惑させるとか、あ、そうだよ、はい、はい、男性、はい、そうだ、はい、え、実在してるんやね、してる、はい、はい、まあ、は、まあ、はい、会ったことありますか、はい、え、会ったことがある、え、じゃ実在してるやん、はい、はい、そこが妙だね、個人的意見聞いてないあ、でも今の結構ヒントじゃない、ヒント、僕はいいえ、僕はいいえ、実在してるかしてないかが危う、危ういよ、でも、でも会ったことあるんでしょ、でも男性なんでしょ、はい、いや、いいえです、いや、僕は、まあ、いいえなんだ、
え？答え分かったらそれも分かるってことね。うん、え、みんな実在してる？会ったことある？ある。うん。ないね、だよね。あんまり首をかしげて。ああ、ない。あ、ない人はないんだ。やっぱアンサーズであるよな。会ったことある？会ったことあるでしょ。会ったことあるでしょ。え、知ってるやんな、うちら。いや、もちろんもちろん。もちろん。絶対に。やばい、すごい難しい。まあ、ある意味アイドル。あ、まあ。ある意味アイドル。色合い似てる。色合い似てる。え？おー、いいね。いっぱいヒント出していこう。いや、マジでわかんない。アイドル？アイドル、アイドルだと。いいえ。喋ってくれるんですか？ある意味、マジでアイドルじゃない。ある意味アイドル。答えてこう。ある意味アイドル。ある意味アイドルで実在しているかしてないか分からへん。やばいな。解釈。歌手。いいえ。役者さん。いいえ。タレントさん。いいえ。キャラクター。はい。おお。え、でも会ったことあるキャラクターって何よ。歌手でいいんじゃない。歌手？歌手。まあ。歌も歌ってんじゃない。ギリ違う。会ったことある？難しい。会ったことあるんだよ。会ったことある。聞き取りづらい。聞こえないんだ、その優しさ出すのやめて、ちょっと。はい、聞き取りづらいです。その人、喋りますか？はい。はい。ジバニャン。いいえ。めっちゃ笑ってる。いいえ。え？笑ってる。ジバニャン。今日一番笑ってる。え、でもさ、なんか、会ったことある人もおりそうやん。ジバニャン会ったことある方。まあ、まあいないよね。まあいない。今まで会ったことあるキャラクター。アンパンマン。いいえ。近い？まあでも近いですね。そらジロー。いいえ。そらジロー歌手じゃないですね。歌も出してる？出してるんじゃないの？はいなの。そのやつの歌は歌える。あ、まあはい。日本国民みんな歌える。9割方。歌えるらしい。9割方、はい。え？キティちゃん。いいえ。でもなんかいい反応やな。ドラえもん。いいえ。え、でもなんか顔がなんか渋くなってきたね。渋くなってきたよ。だからアイドル。アイドル？アイドル。アイドル遠ざかってる。いや、いいえっすね。それがちょっと。マイメロ。いいえ。アイドルのキャラクターなんかおる？アイドル性の。アイドル性？アイドル性。で、みんなが。だよね。知ってる。わかるよ。アイドル性高いですよね。そんなことない？そんなことない？うんうんね。で、会ったことあるんやろ？アイドル。会ったことある？え、あのだってジャニーズさんとよくコラボとかしてましたよね。え？わかった！はいはい。ミッキー。はい。正解！いや、もうだってこれ終わらないからこのコーナー。むずっ！むずっ！すみません。確かに。いや、確かに。アンサーズが悪いっすね。いや、違う違う。ミッキーは出てけへんかった。確かに。え、いつもこんな長い。え？いつもこんな時間。うん、いいよ。だってあとまたいっぱい喋れるからな。メンバー内での認識の違いがありすぎる。確かに。こんな接戦になると思わなかったっす。いやでも確かにアイドル性あるか分かる。そういうこと。性別あるだろ、だって。ミニーが。確かに。確かに。ああ。え、すごい。そういうこと。関西だから会ったことない。なるほどね。うわそういう伏線なんすよ。うちらからなんか分かりやすいような。だから言ったじゃないですか。言っとく？なんか自慢系。一応もう一つぐらいなんか用意しといてもいいですか？あ、でももういっちゃう。一応次で。うん。じゃあなんか。でもあまりにもすぐ答えられたら。ああ、そう。あ、じゃあ僕らちょっと見ないように。見ない見ない。ダダン。これね。おいしょ。オーケー。オーケー。行きましょう。難しい。難しい。そっち側に聞いてく。こっち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 。実在してますか。いいえ。いや。ドラえもん。早い。早い。カズーツタイプ。ミニミニ。いや、ミッキー実在してるからミニーはいるだろ。そんなに引っ張られないですよ。すごい質問一個でもう。キャラクターですか。はい。なるほど。いけいけ。もう当てれるぞ。当てれるよ。マイメロ。おお。アニメのキャラです。違います。あ、違うかい。アニメのキャラです。アニメのキャラですか。アニメのキャラです。もういけるぞ。どんどんいけ。打ってけ打ってけ。いけんじゃこれ。簡単になってきてるね。いや、質問しや。はい、としてはい、としてよ。ジャジしか通さん。はい、どっち側の人間。じゃあ、今やってるアニメですか。はい。おぉ、逆に俺、わかんない。今やってる。
性別、あ、男ですか。はい。すごい、もうはいしかないよ、さっきから。だから、なんか主人公系じゃない、はい、え、刀持ってますか。うわ、いい人。いいえ。あー、持ってない。刀、あ、持ってないか、今何やってんのアニメ。こら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 。アニメ、え、アニメ見てる。え、俺これ見てる。まあ、じゃあ一番いい。何て、でも有名ですね、みんなわかる。みんなわかりますか、うん、はい。みんなわかる。え、みんな知ってる。あー、うん、じゃあ長いアニメなんじゃない。長編アニメですか。サザエさん。はい。あー、サザエさん。ナミヘイ？キャラクターナミヘイなの？ヒロカツオ？タラちゃんじゃねえんだ、イクラなんだ。そっちから行くんだ、親戚から行くんだ。びっくりした。身内からね。親戚だ、タラちゃん。いや、イクラちゃん。タラですじゃない。今やってるやつ、男？お！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 おー、あ、お、いいえ、あー、違うか。じゃあ、両津じゃないか。違うだろ、せんちゃんじゃない。教え出してませんでした。はいはいはい。え、戦いますか。いいえ。いいえ。おー、これじゃない。ルフィとか。いや、それ戦ってない。戦うか。戦わないアニメで。まあまあまあ、でも戦わないアニメ、平和的だね。どん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 。夜やってるアニメですか。いいえ。漫画出てますか。はい。ジャンプですか。いいえ。これで、いやー、マジか。今わかんなくなってきた。スポーツ漫画ですか。いいえ。あ、もうわかんない。こんなドラえもんやないか。ドラえもんやないかい。ドラえもんって男なの。男だよね。伸びた。いいえ。伸びたってアニメ。伸びたは現実と戦ってる。キャラクターなんだね。でももうボン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 言ったら当たりそう。ドラえもんのキャラクターですか。いいえ。戦ってないからね。え、国民的アキネーター。アキネーターな。アキネーター。姉貴やからそれ。姉貴やからそれ。かっこいい。かっこいい人。かっこいいから。かっこいい、うん、かっこいい、うん、あ、でも懐く人もいれば。あ、懐く人もいれば。懐すぎる人もいる。多分ビジュアルじゃなくてこうキャラがかっこいい。おぉー、かっこいい。おいしょ。ほな、ジャイアンやないか。劇場版のジャイアンめっちゃかっこいい。名探偵コナンっすか。おぉ、正解。そういうことね。正解。ちょっと戦うじゃん。戦いじゃないよ。事件解決すんだよ。確かにね。戦ってはいいですね。戦ってるよね。戦しかもスポーツ漫画ですよ、あんなボール蹴ってる。サッカーボール。サッカーボール蹴ってるね。スポーツ漫画だよ。スケボーとかもやね。映画出たらね、もう10年。ねえ。だいぶアクロバティック。めっちゃ好きやん、ほんで。めっちゃ知ってるやん。だいぶアクロバティックだね、コナン君。いや、面白かったです。面白かった。アキネーター、面白い、ね。残すとこもあと2分ってことなんですけども。うわー、ね、あっという間で。あと5時間ぐらいやりたい。ダメ。大変。お水もらっていい？そしたら。ラジオ初めて？そうなんです。で、リョータがね。あ、僕は結構、はい、いろいろコナンやらせてもらってて。そうなの？はい。いや、出させてくんないですよ、アンサーズ。出してよ。一人出してよ。言い方良くないって。いろいろあるからね。時が来たら。もっと嫌、もっと嫌や、それは。なんか告知事とかありますか？はい、まあそのさっきのね、楽曲が、はい、初 MV になるので、はい、そうですね。デビューして2ヶ月ぐらいのね、グループなんで、はい、っていうのもあるんですけども、今度4月ちょっと2ヶ月後なんですけど、はい、初主催を打たせていただくので、はい、ぜひ4月15日。お、はい、4月15日です。イエーイ。聞こえてます。ね、はい、でそこでまたちょっとね、なんか重大告知しますっていうのをこの間ファンの皆さんにお伝えしてるんですけど、はい、もう解散すんの？まあそうなんですよ、ね、解散、ちょっと解散かみたいなぐらいの多分重大発表です。答え探し迷っちゃって怖いね。なのでぜひちょっとお時間の方は4月15日に、はい、ご予定開けていただければなと、はい、で詳しくはね公式 X とかでまた、はい、流すので開けて、お願いします。お待ちします。じゃあ僕たちからも駆け足で、はい、行きましょう。すいません、明日僕の誕生日が五反田 G7 で、はい、生誕祭会のおめでとうございます。どんどんパフパフ。そしてはい、3月20日から3月24日で僕とジョー君が舞台に出ます。ぜひお越しください。どんどんパフパフ。ラスト。はい、そして我々4月14日プレスオーダーワンマンライブ吉祥寺シータにて行います。前日、はい、14は我々のワンマンライブ、そして15日はね、アーサーさんの主催ライブに行っていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。それでは僕たちがプレスオーダーとアーサーでした。ありがとうございました。